こんにちは。もうダメだ、今日は調子悪い。ジョー、今ね、ジョーじゃなくて、動画を撮り直して何本だろう、6本ぐらいかな。2時前からやってるんですけど、ダメです。どうも長くなってしまいます。こんにちは、お元気ですか皆さん。私は元気じゃありません。腰が痛くて足が痛くて治りません。今日は、そうだ、もうダメだね、ごめん。あら、どっか行っちゃったよ。もう今日はですね、ごめんなさい、日にちがずれちゃいましたね。11月の2日の火曜日。嘘だろ。5日ですね、ごめんなさい、これやめますね。はい、11月の5日の火曜日、もう5時でですね、5時だと、もう日も暮れましてね、もう寒いですね。皆さん体を気をつけてください、風邪ひかないで。はい、ですね、なんだろう、ちょっと長くなってしまうんで、もうなるべく短くして、もういらないことは喋りません。はい、まずじゃあ一番話したいことはなんだろう。はい、大橋さんがね、以前、動画を出しました。なかなかね、大橋さんがね、覚えていただけないんですね。で、ね、今日もね、昨日もね、大橋さんいらっしゃいました。はい、大橋様はね、大橋様じゃない、大橋さん議員は、ごめんなさい、昨日ね、俺たち、活動して始めたの9時ぐらいかな、集まったのは。でもやることはいつもの通りやってたから、なんでかよく分かんなかったんですけど、2時から橘さんが来られるっていうことで、そしたら、まあ午前中なんかは全然4人でやってました。で、2時ぐらいにね、やっぱり2時ちょっと1時間ぐらいになると、やっぱり銀さんバンバンこう来始めて、でも人も増えてね。ただやっぱり立花さん目当てみたいな、まあそんな感じ。まあしょうがないんですけどね、立花さんが目立っちゃってね、そんな感じです。はい、まあいつもの通りだったんですね。まだあまり変わりなく、なんかもうあれ、なんか変わんないなと思いながらも、なんか違うことやんじゃねえのかなと思いながらも、やんなくて、まあ立花さん待ちみたいな感じだったのかな。作戦は誰が考えてるのかよくわからないんですよ。うちのなんかのスタッフでも考えてるんですけど、結局最後やるのは三宅さんなんて決めるのはね、それについて、じゃあやりますよっていうことで、行動はしてるんですけどね。あ、違うな、ごめんなさい、話がまたやばい。そう、銀さんいっぱい来られて、まあなかなか立花さんのシールばっかり取られてね、三宅さんのチラシはあんまり取ってくれないというか、三宅陣営はちょっとね、シールもね、もうないんですよ。で、ビラというかね、チラシしかないから、いつもは俺はなんか息込めてないね、変なでね、なんかちょっと気をつけよう。いつもはチラシをね持って、でそこにシールをくっつけて、はい、どうぞって渡すんですけど、シールがないんですよね。だからどうしようかっていう話で、これも長くなっちゃうな。2人1組で渡したんですね。立花さんの方はシールで、三宅さんの方はビラでしょ。で、2人集まって、で、シールが取ってくれる人がいたら、取ってもらった後にもう1人が、例えばチラシを取ってくれたら、はい、シールですって渡す。で、逆にシールを取って、シールくださいとか、シール来た人にはビラを一緒に渡す。その2人で1個みたいなやつでやってたんですけど、はい、効率がいい。でね、結構俺たちの意識の中ではね、なんかやっぱお金かかるじゃないですか、1枚でもね、吸ったりしてね。だから結構なんていうんですか、大事にやってるんですよ。で、シールもまあ高いじゃないですか。シールなんかもそんなね、大事に1人1枚みたいなね、
で、まあ、子供が欲しがるじゃないですか。あれなんか動画で言いましたっけ、子供がもう一枚ください、もう一枚くださいって調子に乗って、まあ俺はやんないんだけど、でも結構他の方みんなあげちゃうじゃないですか。そしたらさ、あげたその場でさ、調子乗った小学生がさ、貼ってよ、自分の声とペタペタ貼るわけですよ、3つぐらい。だから NHK をぶっ壊すとかやってふざけてて、お前引っ張たくぞって本当にね、やろうと。でもそれ銀さん誰だっけな、やってたからさ、まあでもまあ考えて誰もね、あの取ってくれないで余るよりもいいかなっていうのもあるんだけど、まあ、またやっちゃった。そうですね、まあいろいろね、あ、まあありますよね、やってればね、変なこと言われるのもあるし、まあそれは今回はそんなに多くもなかったし、まあでもただやっぱりエミナー、あとね、厚木はやっぱり被害者多いね、多いですね。に、10時頃もう平気で来るって言ってましたよ。ね、引っ張られてやりたいけど引っ張られちゃいけませんからね。まあ彼らも本当に仕事としてどうなんだろうねって思ってくると思うんですね。立花さんも言ってたでしょ、だいぶ人がね今足りてないって。ついにいいことですよ、いいことだと思いますよ。で、ごめんなさい、また話がね伸びた。ね、大橋さんね、大橋さん、あ、じゃあもうちょっと待って、大橋さんじゃなくて、立花さんの後ね、あ、立花さんじゃない、ごめんなさい、三宅さんね、三宅さん、結構怒られてて、怒られてるっていうか、まあ、嫉妬激励されてると思うんだけどね、あの、ピコ太郎さんって、あ、ピコ二郎さんって配信者いるから、皆さん検索してみてください。昨日のバージョンで、ね、いろいろ何個か出してるんだけど、長いからみんな。で、立花紙編のパート2みたいなの多分あると思うんですよ。それ見てもらうと、それの後半の方はね、あ、見てもらわなくていいんだ、それはかわいそうだから。結構、三宅さんにね、こう、ちょっとそういう風にしてるところがあって、でもね、まあ、あのね、軽トラじゃないや、軽のワゴンじゃないですか。で、横にみんなほら、外旋車じゃなくてさ、いつも間違えちゃう、外旋車じゃなくて、選挙カーだっけ。まあ、あるやつね、名前を言ったりして。あれもあるんだけど、全然まだ昨日の時点で使ってなかったんですよ、一回も。でね、横にね、三宅って書いてあるんですけど、その三宅が、一文字がカタカナでこんくらいなんですよ。みやけみたいなね。で、色もなんか薄い黄色みたいなさ、薄い色で目立たないんですよ。初めギャグかと思ったけど、俺もそれをでもね、初日の、これ土曜日の時にね、これ本気でこれでいいのかと思って言ったんだけどさ、みんなで、これだったら、これな、本当にあのプリンターでね、あのパソコンでプリントアウトして、それをなんかテープで貼ってるだけなんですよ。あまりにもさ、なんか貧相でギャグかなって、本当ギャグで、これ逆に目立たせるためにやってるのかって思ったけど、一応三宅さんにも言ったんだよね、俺たちの、もういつもそれで分かっんってなんか言ったような気がして、なんかでも忙しすぎて、それはそれでいつも終わっちゃってて、じゃあ具体的に誰がやるとかって分かんなかった。ただあの系自体は俺たちの、なんだろう、とこから離れちゃってるから、俺なんかがやるもんじゃないからさ。だからまあ三宅さんもそれで言ってなんか変えてもらえばいいと思うんだけど、ただ忙しいんだよ多分本人はね。それもあって全然ダメだったっていうね。それを立花さんにダメ出しされてて、あとは大橋さんとかもさ、みんななんかね、やばい時はっていうか、初めの選挙の時は朝の5時から駅の改札の前に立って、よくやってる人いるじゃないですか、ああいうのやってたって言ってたから、そういうのやってるのかって言われて、やってませんって言ってさ、まあ受かればいいんだけどね、でも何もやらないで受かった人もいるっていうからねまあやってなかった。で、昨日の動画でそういうのやりますって言ってたから、まあ今日なんかもやってるのかもしれないけど、ただまあ大変だけどさ、本当にあと日にちがもう4日しかないとか言うけども、まだ4日あるんでね、
なんとかまあよく頑張ってもらいたい。俺たちはもうビラ配りとかそういう広報活動しかできないから、本当は目立ってほしいんだけど、まあどうしても立花さんが目立っちゃうね。まあ三宅さん本当にいい人なんですけどね、本当になんとかいけばいいと思います。はい、とりあえずこれはこの話でやめておきます。明日は行きますね。まだ時間、よし10分だ、よしあと10分、ごめんなさい20分ですね。あの変えないでください。もうこいつうざいっつってもうチャンネル変えないで、見て見るだけでも見てください。はい、でね、大橋さんなかなか覚えてくれないっていう動画を出してて前にねあるんですけど、まあ今回も来てくれたんですよ夕方ね。でまあ人気者だからさ、来たらさもうみんな囲まれて挨拶攻めじゃん。でさ、なんか若いあのジャーナリスト直樹とかもさ、写真撮ってくださいとかそんなのばっかなわけだよ。ジャーナリスト直樹ね、直樹、片岡直樹ね、今度の選挙出ますからね。直樹、まあいいや。もう直樹なんかさ、もうみんな動画配信してる人もう出まくってますからね。ね、まあ呼ばれることもあるね。なんか紹介、今度出る子です。若い子だけどね、しっかりしてますとか言われてさ、はい、じゃあ、自己紹介してくれるって。はい、私は、なんとかかんとかでさ、名前言っていいのかな、まあいいや。で必ずさ、下りがさ、始まる下りがさ、はい、私は4週間前から、私は4週間前は、引きこもりのニートでした。こっから始まるんですよ。もう覚えちゃいましたね、でもね。で、まあ過去のこと、じゃあカラーって言ってね、好感を買うっていうね、期待を、まあ若いからね、いいね。でそんな感じでさ、引っ張りだこなわけですよ。俺もさ、なんか、いや、そばにできんだ、やれとかって言われてんだけど、やっぱね、できないよ、恥ずかしい、なんかさ、みっともないよ。プライド捨てなきゃダメだって言われたけども、もそこは本質じゃないからね。まあ本質だけど。まあまあ、だから、堂々と、偶然とかだったらやるけどさ、自分からこう入ってって自分で自分の自己紹介なんか言いたくないね。まあ言わなきゃしょうがないけど、でもなんかやりたくない。だからどっか配信しそういうのしてたら、俺はあれこうね、後方からね、こうやってまず入ってきます、ね、でなんかわざとらしくこう仕事してるふりに、あれみたいな、そんな感じでなんかいろんな動画にこう進出していきますから、うん、嫌味なくなんか、あ、映っちゃった、あ、申し訳ないみたいな感じでちょっとやろうと思ってます。畜生見てろよ、その作戦をね。ちょっといつかそこからドッキリみたいな、そんなのできないね、ふざけてるね、ごめんなさい。なんだっけ、あ、やべ、大橋さんがね、まあ人気でこう1階ね、下上に2階にまずビラを配ってて、でまあ仕事みんな辞めちゃうじゃん、大橋さん握手とかそういうので。で俺はそこ行かなかったんですよ、あえてね。直樹とか行くけどね、直樹は他の人もみんな行きますよ、でも俺は行かない、その場でやってたんです。でまあその後演説してまた戻ってきたら、またこう囲まれてるわけです。まあいい、まあ自分から行かないでいいやと思って、まあでもね、目線はね、大体あの辺にいるなっていうのはこのなんか視界には入れといてさ、でまあ来たんです、目の前来たから、まあ普通にね、あ、お疲れ様ですっていつも通り話したら、おおって湘南サイドさん見たよって言ってくれた、見てくれたって。もう最初で最後だね、見てくれるのはきっとね。もうこれで見てくれないとは思うけど、あ、でもそれすっげえ嬉しくてさ、もっとさっきね、実はもう大声出してわー嬉しいってやってたんだけど、もう6回も何回も撮ってるからさ、もうそのくだりいいかと。大橋さんでも本当に嬉しかったです、もう言い飽きちゃいました。目がおかしいというか足が痛くてさ、明日出れんのかなって思うんですけど、もう出たい、もう出ないと嫌なんでね、嫌なんでじゃねえな、うん、出ないとダメだから。
まあそうやって見てくれて本当嬉しい。でその後も結構ずっと俺大橋さんの隣をずっとキープしてたからね。そうするとまあほら映るじゃんなんか知らないけど、で自分から行かないよ。たまたまな大橋さんにこう映あのカメラでね動画で映してる人の横にいる変なおじさんみたいな感じで出てますから、はい。でね、あの立ち話に行ったんですよ。で大橋さんちょうど一人になって俺また横にくっついてね、で場所俺知ってますから一緒に行きましょうよっつって歩いて行ったんですよ二人で。でいろいろくっちゃべりながら、なんか本当仮装だったね。なんか友なんか普通に話してずっと行っちゃったから、なんか俺も本当実はさ心嬉しい嬉しいって思ってたけどさ、それを表現するのも恥ずかしいじゃん、もう50いくつからね全然大橋さんの上だからさ。そんな思いもあって本当はウキウキだったけど、冷静をよそ、ね、予想って普通に余裕こいて、どうですかね大橋さん、いつも忙しいですけれどもみたいな、そんな感じで偉そうに話してました。俺も申し訳ない、でも嬉しかった、本当に嬉しかった。でピコ太郎のね、さっきも何回も言ったかな、ピコ太郎 の動画に現状で確かいろいろ出てる、なんか4本ぐらい出してらっしゃるんですけど、そのうちのもうね、でも今日の分だからねちょっと遅いんですけど、昨日のね、4日だっけ、4日のいつ編集してんだろうね、昨日出してもらった動画の中の立ち話パート2かなんかの真ん中、前半は演説とか全部入ってるんだけど、その真ん中から移動するぐらいのとこから結構その大橋さんにくっついて俺が出てますからね、ちょっと確認をお願いします。2時間15分とか多分そんな、あ1時間15分とかかな、45分とかなんかそのぐらいかな、立ち話編でも結構横にいて映ってるし、その前のね、なんか橋の上でもお橋さんと二人だけで話したから、その時も結構写ってる。なんか写真、お橋さんと一緒に写真撮りたいっていう人がして、その二人で写真撮ったのが俺なんで、あのなんかエンジ系のパンツ履いて黒いジャケット着てる変なおじさんです。なんかもうダメだね、腹出て足短くてかっこ悪いけど、もうちょっとほんと痩せよう、10キロちょっと戻しますよ。ほんとに痩せんのかな、そう言っておいてね痩せねえな。あの一日一食やってたんだけど、それだと太っちゃったね、朝だけ食うっていうね、全然効果なかったね。まあそんな感じでした。まあ楽しいね、楽しかったんだけど、やっぱり選挙だからね、選挙の方でも勝たないといけませんね。あとまあちょっとまた変だね、ボランティアのことがちょっとね心配で、あのボランティア遠くから結構来てる子がいて、20代の子がね2人いて、途中でちょっといなくなっちゃったんだよね。だからもしかして昨日まあ泊まり込みで来てるからさ、ちょっと話してさ、で泊まる場所ね、要は漫画喫茶とかでね泊まってるから、俺がちょっとチャーターしたんですよ、泊まり場所を、泊まれんとこだから、そこじゃあ教えてやろうと、そこを教えてやるっていうか出てってやろうと思ったから、後半からずっと探してたんだけど、もういなくなっちゃって、で最後戻ってくるかな、あの立ち話ね、でも全然そこまで戻ってこなくてさ、結局いなかった。どうしちゃったんだろうね。まだ今日までいるって言ってたんだけど、今日までいるっていうか、もっとなんか2、3日後は泊まるみたいなこと言ってたんだけど、帰っちゃったのかな、ちょっと残念だよね。でもみんなに聞いても覚えてないんだよ、かわいそうなことに。俺いつもあの子たちなんだ、あの来てた2人いるじゃんって言っても、って思い出せないって言って、いやいや一緒にいたでしょ、隣で話したじゃんって、ああなんかいましたねみたいな。まあね、今日ちょっとなんか戻ってボランティアやってくれたら本当嬉しいけどね、まあそれがちょっと心配でしたね。はい、まあちょっとね足なんとか直して明日また出たいと思います。
そうだね、なんか大変だね。あで皆さんももし土曜日ぐらいかな、遊びに来てくださいよ。来なくていいか、遠い方はね。面白いですよ、でもなんかお祭りみたいになってるし、銀さんともバンバン話せるから。でまあ頑張ってくださいって言えばさ、三宅さんだって嬉しいし、頑張ります頑張りますってやってるからさ、ぜひね来てくれ。まあね、東方が今日ね、海老名の人が本当は海老名の人をね、これ見てる人いないよな、全然現場でもいないから、ちょっと厳しいかなっていうのはちょっと感じてますけど、まあ、ちょっと改良点とかもね、いろいろあって、さっき話しましたっけ、トラの車の文字とかもそうですけど、そういうのも今日もう改善してると思いますよ、きっと。うん、だから朝とかもね、駅に立ってやるって言ってたし、まだ4日あるからね、ちょっといろいろやってさ、まあ俺たちも力になって、力になるって大したあれじゃないけども、協力するんで、なんとかね頑張ってほしいと思います。うん、ねえ、いろいろ面白いですよ、現場にいるといろんな人がいるから。まあね、超頭いい人はいないね、ほとんど変わった人はいるけどね、本当になんかよくわかんない女の人もいっぱいいるし、でもボランティアとかやって昨日は休みだから来たのかな。あと藤沢の公認決まった人、俺見てねえなホームページ、藤沢の公認決まった人が本当はもっとこういうのちょくちょく、もうあんまりほら藤沢ないでしょ、違う、神奈川県だから公認決まったんだったら、逆にそれ何もしないんじゃなくて、ちょっとボランティアとかでも今なんかいい機会だから顔出してね、どんな感じでやってるのかとかさ、見に来たらどうなのかなって思うんだけど、まあ、忙しいのかもしれないしね、まあわかんないけどね、仕事が。ただあんまりこういう機会ないでしょ。で、多分その方なんか俺思うけど、今度の日曜日とかだけ、いいとこだけ出てくんじゃねえかなと思ってさ。でもそんなことしたらさ、俺たちボランティアやってやらないとってなっちゃうからね。ちゃんと今とか平日なんかうまく時間潰して来なよって思うんだけど。だっていい経験になるじゃないですか。神奈川県もね、そう、まあいいです。またちょっと嫉妬心があるけどね、なんで俺はこだわるかって分かります。多分その人もこだわってるのかもしれないし、いい場所いい場所ってすごいいいって今言うからさ、みんなそこで思うんだけども、まあいいや、それは。まあ国党がね取ればまあ問題ない。ただ変なやつだったらやっぱやだね、それだけ心配なのはね。はい、皆さんもなんかまたコメントください。コメントをね全然見てない、今日やります、見ますけど、やっぱコメント一番見た方が良かったね。すごいちょっと忘れちゃった、2日昨日かなんか見たコメントで嬉しいっていうか、それ先見とけば良かったなっていうようなコメントいただいた方とかいるし、もうなんかこれ何のチャンネルかよく分かんなくなってきましたけどね、なんかもうつぶやきチャンネルみたいなね、親父のつぶやきみたいなね、まあそんな感じです。いやよく分かんないですけど、ね、どうなるか分かんないんだけど、うん、まあ、あとはちょっと作戦もねちょっと立ててるんですよ。金はなくてもうなんか滑り込む作戦、ちょっと見ててくださいよ。ダメかもしれないしね、でもまあ分かんないですよ、作戦ですよ。はい、ありがとうございます。いや、もう今日はもうこれでまあ点数としたら20点ぐらいなんですけど、あんまり変わんないですね、ずっとやってて。なんだろうね、もっと本当にね頭いいといいんですけど、うん、ありがとうございます。また明日じゃあ行ってきますから、はい、ありがとうございます。